はい、こんにちは、シンプリーライフです。今回はウェイン・ダイヤーさん著、準備が整った人に奇跡はやってくるを参考にしながら、目に見えない力を使って人生に奇跡を起こす方法について解説していきたいと思います。突然ですが、あなたはスピリチュアルな人ですか？今回はそっち系のお話ですか？いや、ぶっちゃけ今回紹介する本、実はかなりスピリチュアル系の内容なんですよ。多くの人がスピリチュアルって言葉が出てくるだけで、宗教とか怪しくないと反射的に身構えてしまうような気がするのですが、そんな先入観、偏見、思い込みをぶち壊してくれる本でした。本書におけるスピリチュアルな人の定義は、物理的な次元だけではなく、目に見えないものや現象への自覚を持っている人のこと。反対にスピリチュアルでない人とは、目に見える五感で感じられる物理的世界にだけ生きている人のことを指しています。この定義が先入観を取り払うのにすごく大事だと思うんです。私自身、以前は目に見えるもの、五感で感じられるもの、物理的な世界だけを信じるスピリチュアルではない人でした。ですが、量子力学、宇宙物理学、脳科学や心理学、哲学、仏教などを勉強していく中で、五感で感じられない現象は現実世界でめちゃくちゃたくさん起こっていることを理解し始め、そういう意味ではスピリチュアルな人に近づいているなと本書を読んで感じました。本書にはスピリチュアルでない人生を選ぶ人には決して奇跡は起こらないと断言しています。つまり、目に見える五感で感じられる物理的世界のみを信じる人には奇跡は起こらないということ。この言葉を正として考えるならば、逆に奇跡を体験したことがある人はスピリチュアルな人、つまり目に見えないものや現象があることを知っているということになります。いや、奇跡と感じるような体験をしたことはあるけど、私はスピリチュアルは信じてませんよと思った方もいるかもしれません。そんなあなたは、本書を読むか、この動画を最後まで見れば、奇跡しかない世界へふわっと飛んでいけちゃうと思います。というわけで、早速ですが結論から参りましょう。人生に奇跡を起こす方法、結論は、他人とは自分の分身であると理解するです。何言ってるか全然わかんないです。ビッグサイズのクエスチョンマークいただきました。ありがとうございます。ここから順番に丁寧に解説していきます。というわけで、今回の動画では、1、現実は意志の現れに過ぎない、2、出会う人すべてが自分の分身、3、他人とは何なのか、4、五感を超えた世界へ、5、目に見えない力を使う方法の5つのポイントに沿って解説していきます。それでは行ってみましょう。ポイント1、現実は意志の現れに過ぎない。まずはじめにお伝えしておきますが、本書では魂という言葉がよく使われています。これは私の解釈で、心と同じ意味と捉えました。心の方がしっくりくるので、この動画では魂を心という言葉に置き換えて解説していくことをご了承ください。多くの人は、成功や充足感のもとは欲求を満たすことや願いを叶えること、希望を持つことだと思って育ってきていると本書の著者ダイヤーさんは言っています。実際問題、私自身もそんな風に思って育ってきた人間で、快適な状態や安心感を感じるために湧いてくる欲求を満たすことばかり考えて行動してきました。だから、現実は意志に基づいて現れるものだと言われてもいまいちピンとこなかった。だって、現実世界はすでに最初から存在しているじゃないか。その中で足りないものを得て欲求を満たしたり、願いを叶えれば幸せになれるでしょうと思っていたから。でも、足りないものを得ようとする欲望は、どこまで行ってもどんどん湧いてきて、無限ループにはまってしまいます。しかも、得たものを失いたくないという感情は底知れぬパワーを持っており、人間は得たものに固執する傾向がある。欲望は一時的な成功や充足感を与えてはくれるものの、人生を停滞させ、私たちに持続的なエネルギーを与えてくれるわけではありません。欲望が湧き続けるのは、足りないという意志を持っているから。だから、欲望に根ざした意志は現実に不足感という形で常にしっかりと現れているわけです。現実は意志の現れであるというのはそういうことで、心のエネルギーは意志であり、意志が現実とのコンタクトを取っていますと著者のダイヤーさんは言います。今の自分はどんな人と関わっているのか、毎日何をしているか、他人をどう思っているか、どんな体型をしているかなどなど、実は全て意志の現れである。逆に言えば、今目の前で起こっている現実は、自分の意思がどの程度なのかを示しているということ。以下、本書より引用です。
教育者として、親として、あるいは運転手として、どんな仕事であろうと与え、奉仕し、愛することに焦点を当てた自分の目的を知れば、意思はおのずからついてきます。自分が高い価値観や精神性を保っているとすれば、それは他ならぬ自分の意思の結果です。次第に周りには同じような価値観の人がいることに気づくことができ、また世の中を与える場として捉え、他の人々の良さを見る目を持てば、あなたに与え、返したいと思う人に多く出会うでしょう。引用終わり。でもこの反対に言ってしまうことだってありえます。できるだけ多くを自分のものにしたいと思っていれば、強欲で権力を求める人に多く出会うようになる。そして自分と同じ心の人と付き合うたびに、もっともっとと強欲になっていく。物理的な観点から、自分の身の回り、自分自身を安全に確保するためにはこれでいいかどうか、つまり利害に近い状態で、これは損か得か、与えるよりも得ることが先だ、私に何のメリットがあるの、というような軸で考えていたら、それと同じものが引き寄せられてくるでしょう。人生を変える鍵は意志にあり、物質的な満足ではなく、精神的な目的に沿ってそのエネルギーを使うことが必要、ということだと私は理解しました。ポイント2、出会う人すべてが自分の分身。本書が伝えようとしているのは、他人に対する姿勢は、つまりは自分が自分自身にどう向き合うかであり、その逆もまたしかりで、自分が自分自身に向き合う姿勢は、つまりは他人にどう向き合うかである、ということです。目の前の人はあなたを映す鏡。例えば、私は自分に言い聞かせたという時の私とは、見えない自分、つまり心のことで、自分とはこの現実世界を生きている名前のついた存在のことを表しています。つまりあなたがあなた自身をバカと呼ぶ時には、目に見えない自分が見える自分をバカと判断しているということ。だからバカと呼ばれた自分は、言われた通りバカのように振る舞うようになってしまう。自分に対して自信がない、愛がない、だらしないなどと心で思っているならば、言われた通りそのように振る舞います。自分が判断を下せる相手は自分自身しかいません。そして思考と行動の間には目に見えないつながりが存在しており、ポイント1で解説した通り、現実は意志の現れなので、この目に見えない力が自分と他の全ての人々を結びつけていると言えます。あなたが他人に対して信頼できないと疑念を抱くとき、現実世界に信頼できない人がいるのではなく、信頼できないと思っているあなたがいるだけ。かわいそうな人だなぁと思う人が目の前に現れたとき、そのかわいそうな人を作り出しているのは、あなたの中のこういう状況になった自分はかわいそうという解釈。現実にはかわいそうな人なんていないんです。あなたの脳の中でうごめく思考、意思、解釈が目の前の相手を作り出している。つまり目の前の相手はあなたの心の投影であるということ。自分以外の人も自分の一部のように大切に扱うことができる人は、その真実を知っている人でしょう。人生の質は人間関係の質と大きな関係があります。その人間関係は私と自分の関係の反映でもある。いつまでも憎しみを抱いていれば憎しみが、愛と思いやりを持っていれば愛と思いやりがあなたの外側ににじみ出てくる、というシンプルな仕組み。自分に愛を持っている人は、相手がどのような態度を示そうと愛を分け与えることができます。ポイント3、他人とは何なのか。じゃあ聞くけど、現実は意志の現れで、全ての他人は自分の分身なら、他人って何なの？ツッコミありがとうございます。そうなんですよね。私も常々疑問に思っていました。じゃあなんであの人の考えていることがわからないの？なんで自分の指は自分の考えで動かせるけど、相手の指は私には動かせないの？とか思ってしまいます。ここで本書に書かれていたアインシュタインの言葉を紹介します。人間は自分自身、つまり自分の思考や感情を何か他の人とは違ったものだと思う。だがこれは私たちの意識の幻覚である。私たちの使命はこの幻覚から自分自身を解放してやることに他ならない。この言葉について一旦本書から離れて、これまでこのチャンネルで何度も紹介してきた決定論の知識をお借りして説明してみます。実はあなたの心臓があなたの意識や意思とは関係なく、あなたを生かすために自動的に動いているのと同じように、思考も同じ仕組みで動いているんです。つまり思考は脳が勝手に自動的に紡ぎ出しているものだったということ。無意識が水面下でやってくれていることに対して、後から私という主語をつけているだけ。私たちは自分の意思で思考しているのではなく、私が思考しているとか、私が意識したから手が動いたと思い込んでいるだけなんです。
なんです。心理学的決定論という考え方の中では、人間は環境との相互作用によって刺激に対して全自動的に行動を紡ぎ出されているような存在である。意思決定よりも先に脳が準備電位を発しており、外界からの刺激に対して自動的に脳と体は反応を始めている。意思は事後的に付与される錯覚に過ぎないとしています。私が意思決定しているということ自体が幻想なので、つまり日常的に使っている顕在意識のレベルでは相手の考えはわからないし、相手の指を動かすこともできません。これが一つ目の幻覚です。じゃあ私たちを動かしているものって一体何なの？というのが疑問になりますよね。実はそもそも人間は最初は自然と一体の全体性を持った存在でした。それが集団で生活するようになり、脳が発達したことでそこから分かれた独立した自分を意識し始めたという歴史があります。本来は自然宇宙全体と一体の存在なのに、自然と分かれた自然から独立した自分という幻想を無意識的に強く信じているのが現代を生きる私たち人間です。人と人とはそれぞれ個別の存在だという強い信念を持っており、表出しているその一部だけを見ているから別々のように感じているだけ。自分と他の人は別々だというその信念、これが2つ目の幻覚を作り出しています。この二重構造の幻覚がアインシュタインの言っている幻覚のことだと私は解釈しました。そしてその幻覚を捨て去ってこそ自分と他の人をつなぐ道が作られていくわけです。全ての人、全ての物事に対して優しい大きな心を持っていれば、意味もなく花を引き抜いたり捨てたりするようなことや憎しみ合い争い合って愚かで破壊的な行為とは無縁になります。他人とは私の意思の現れであり、私の分身であり、私を鏡のように映し出してくれる存在である。だとしたら他人とは共に学び気づき合い成長を加速するための大元の私の現れではないか、というのが私の解釈です。私たちを動かしているものとは、大元の私とは何なのか、ちょっと不思議な話になってしまったかもしれませんが、私やあなたや他の人たち全員がつながっている目に見えない大きな力が存在しているとしか思えなくなってきました。ポイント4、五感を超えた世界へ。ちょっと待ってくださいよ。目に見えない大きな力とか言われても、実際に見たり触ったりできないものを信じるのは難しいです。いや、おっしゃる通りです。ぶっちゃけ私も知識でここにたどり着きましたが、体験体感したわけではないので腑に落ちたとは言えない状態です。ただでもそうは言いながらも、やはり自分の思考行動と信じていることの間にはすごく矛盾があって、信念による幻想が五感で感じられる物質的な世界に私を閉じ込めようとしているんじゃないかとも思えてきます。例えば目に見えない大きな力を信じていないなら、なぜ神社やお寺に参拝するのか。星空を見ているとき天が動いているとしか感じられないのに、なぜ体感できない地動説を信じているのか。量子力学の世界で扱われている物質は全く目に見えないものなのに、科学で証明されていると言われれば信じてしまうのはなぜなのか。自ら体感していないのに戦争は確かに起こっていると信じていたり、目に見えない振動や波動を使ってインターネットで検索したり YouTube を見たり電話したりしているのに、なぜ目に見えない力を信じることができないのか。光が反射することで物質が見えているけど、目に見える可視光線はごくごく狭い領域で、目に見えない光の種類はたくさんあるのに、なぜ目に見える世界だけを信じているのか、などなど、信じていることと行動思考には矛盾があるし、私たちが目で見て聞いて触って感じているのは世界のごく一部であり、本当の世界の姿を捉えているわけではないということも言えます。そう考えると、私たちは目に見えないもの、五感で捉えられないものを実は信じているけど、信じていると言えないのは世間の常識とか偏見とか思い込みがあるから。少数派になったら何を言われるか、人からどう見られるかわからないし不安だからなのかもしれません。まあ別に他人に伝えなきゃいけないというルールも大きな声で言う必要もないわけで、ただただ五感を超えた世界があることを自覚している自分を自覚すればいいのかなと思っています。以下本書より引用です。精神的なものから距離を置いている人々は、見たり聞いたり味わったりと五感で体験するもの以外は存在しないと思っています。つまりこの物理的世界に制約されているということ。一方スピリチュアルであろうとすればするほど、目に見えない世界を意識しながら生活するようになる。五感を超えた感覚を持ってこそ、自分は肉体を持った心であり、心は物理的世界に支配されない無限のものであることがわかる。引用終わり。
ポイント5、目に見えない力を使う方法。できるだけ理論的に解説してきたつもりですが、いやそれでも読み返してみるとバチバチにスピリチュアル系のお話になってしまいました。著者のダイヤーさんは、見えない世界を一度でも体験すると物質的な目に見える世界にも大きな変化が起こってくると言っています。精神の世界は常に自分と共にあると実感できるようになり、豊かな気持ちで暮らすことができるようになる。心には時間も場所もなく、肉体の死を超えるもの。それが分かれば精神的に大きな違いが出てくる。人間関係もずっと素晴らしいものへと変化していく、とも書いていました。ところが人間は実際には敵対し、傷つけ合わねばならないようなシステムを増大させ、戦争で互いを引き裂くことばかりに熱中しています。なぜか物質や肉体に依存しているからです。本書を読んで分かったことは、目の前の現実を穏やかで安心できる場所にしたいなら、まずは目に見えるものだけを信じている状態から、目に見えないものも信じている状態へと移行することが重要だということ。精神というものは目には見えないけど確かにありますよね。それは多くの人が理解できると思います。心というものもあると感じる人は多いのではないでしょうか。これも見えないし、どこにあるかは分からないけどある。そしてその心が世界を作っている。ここまで学んできた通り、現実世界とは心の投影です。目に見えない力を使う方法とは、人間が生まれながらに持っている想像力を使うことです。こんな世界にしたい、こんな自分になりたいと心の中で理想の姿を強く想像し、想像し続けることで思考が生まれます。その思考が意思を作り、意思が現実を作ります。実は気づいていないだけで、誰もがそのプロセスを通じて現実を作った経験があるし、考えや理想が決して無意味な、取り留めのないものなんかではないことを多くの先人たちも証明してくれています。大切なのは、目に見えない力と自分のことを信じて始めることであり、思い描いていることがすでに現実であるかのように行動することだと著者のダイヤーさんは言います。これができれば、想像力がリアルに近づいていくにつれて、徐々に想像とリアルが入れ替わっていくのだと思います。リアリティを持った想像だったものがある時リアルになる。境目がわからないくらい自然な形で想像が現実となり、振り返ってみて初めてわかる。なんだ、やっぱり心が現実を作っているのね。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。